こんにちは、元バンディット 400V です。今回は開封動画をお届けします。購入したのは医療品、違う、医療品って言っても、服じゃなくって、お医者さんが使う方の医療ですかね。で、多分、世の中のいろんな人がもしかするともう、持ってるかもしれないんですけども、私は今頃なんですけども購入しましたと。はい、これだけじゃ分かんないかな。オキシボーイって書いてますかね。ちょっと読めないんで後から調べて、分かればキャプション補足説明入れておきましょう。はい、形見れば分かると思うんですけども、パルスオキシメーターっていう、あの血中の酸素濃度を測る機械です。で、なんかこれは取説、これも取説なのかな。あのコロナの時に結構重症になった人、自宅療養する人は自治体が貸し出してたみたいですね。私は幸いコロナにかかってなかったし、入院できなくて自宅でっていう状況もなかったんで、使うのは初めてです。で、これいろいろネットで調べると出てくるんですけども、一つはすごくお安い1500円ぐらいで買える、家庭用っていうやつで、それはちゃんとした値じゃない可能性がありますよと。で、私今回買ったのは一応厚労省なのかな、がちゃんとその、医療機器ということで認証したものになります。これは、2980円かな、お値段3000円弱ですね。そういう意味で言うとそんなに高いものではないかなと思います。血圧計とか体温計とか、それと同じような類のものかなと思ってます。で、こう指を挟んで、計測するっていう感じですかね。電池を入れて使ってみましょうね。単4電池2本。押すと電源が入りましたね。フィンガーアウトって書いてますけども、これが検出してないっていう状況だそうです。はい、入れてみました。で、左の値がこれが酸素飽和度で、96以上が正常だということみたいです。こっちは心拍数ですね。右側の方は1分間の心拍数、ちょっと高いかな、90、多分興奮してるんでしょうね。ちょっとずつ落ちてきてるみたいですけども、はい、こんな感じですね。一応96以上保ってるんで、酸素飽和度としては問題ないのかなと。で、指を離して6秒ぐらいこのまんまなってると電源が自動的に落ちますと言ってますね。はい、で、あとは
このボタンを押すと、表示のパターンがなんか変わるみたいです。何種類かこうやってあるみたいですね。表示方法が縦に表示するとかですね、なんかあるみたいです。でこれが6種類ぐらいこの表示パターンがあるみたいです。まあ、機能的には単純かな。通信機能は持ってないんで、例えばパソコンとかスマホにこのデータをリアルタイムで送信するとか、まあ、記録するとか、まあ、そういう機能はないですと。まあ、リアルタイムの状況を見るだけということですかね。で、ちょっと見ていきましょう。で、まあ、お医者さんにいた時もこのパルスオキシメーターでちょっと測ってたっていうこともあったんで、もし今後ですね、発生した時に胸が苦しいですね、症状が発生した時に、まあ、酸素飽和度がどのくらいになってるのかなということをちょっと確認するためにも、これを買ってみましたと。で、まあ、それ以外にもなんかその呼吸器系がですね、なんか問題あればちょっとこれでそういうのを測れることもできるんで、まあ、今後も、使う機会がない方がいいんですけども、まあ、あった方が、まあ、そういう自分の健康状態が分かるということもあったんで、まあ、今回、購入してみましたということです。はい、ちょっとまあだらだらお話ししてきましたが、今回はパルスオキシメーターの開封動画です。以上です。